はい、皆さん、こんにちは、えー。環境実験へようこそ。<coughs> この動画では、環境実験で使う機器について紹介したいと思います。今回紹介するのは、このちっちゃい道具です。この道具、この機器はですね、温湿度ロガーといいます。ロガーっていうのは、データを溜め込んでおくということなんですけれども、ここで溜め込んでおくのは、温度と湿度のデータです。えー、それぞれ1万6000データずつ、この中に記録することができます。この アイヌなんですけども、今はですね、えっと27.3度が表示されています。で、ここの網やみの部分の奥にセンサーが入っています。で、これをですね、私が持ったり、えー、とまあ吐く息の近くであったり、あるいはこのたかいパソコンの近くに置いてあるんで、ちょっと温度が上がっあの高くなってます。さっきまでですね、26度でした。で、えー、 これを使って温度、湿度を測ることができるんですけども、実はそれだけ、これだけではデータを読み込めないんですね。データ読み込むのに必要なのが、この、えー、と無線通信機です。この通信機をパソコンにつないで、USB でつないで、でその上に、この 音質ドローガーを置くと、この間で通信されて、ロガーの中に入っている音質度のデータが、この通信機を通じて、パソコンの中に送られてきます。実際、どんなふうにデータが送られているのかっていうのを、ちょっと画面共有して見てみたいと思います。今、実際ですね、ここにあるモニターに映し出されています。 データを測定データを取得していますって書かれているのは、データロガーの,データロガーの中に入っているデータが今、パソコンの方に移動しています。で、1万6000データ入っていると、やっぱり結構時間かかるんですね。数分かかってしまいます。で、えー、なのでちょっとここでは省略して、別の画面をお見せします。その,けあのデータの収集が終わると、こんな画面になります。 えと温度あ、温度じゃない、測定の期間があの3月26日から4月6日までですよということが書いてます。で、えーと、測定間隔が1分間隔で取ったのも書いてあります。サンプル数は、えー、と1と6000データずつあって、えーと、最大値が、例えば室温が、えー、24.8度、最低値が19.7度。 で平均すると22.5度でしたよというのは分かります。質も同様にです、ね、えっと、平均値とあ最大値、最小値、平均値が載っています。それらの形式的な変化、時間の移り変わりによる変化がです、ね、下に書いてあるグラフになります。でえー、とこの状態だと、まあ、必要な情報は割と入っているかもしれないんですけども、何時から何時のデータを抽出したいとか。 この機関は家にいた機関だから使うデータ。それ以降のデータは家にいない時のデータだから使わないデータのようにですね、時間の切り分けができないんですね。で、この、えー、とデータローワーから測定したデータは、パソコンを経由することによって CSV という形でデータ化することができます。それをするのがですね、この画面にある右にある えと出力するという画面です。この出力するを押すと、ですねこんな画面になります。測定、えーと、ログデータ、外部出力という画面になります。でその画面の、えー、と下の方にある外部出力というところをクリックします。すると、えー、とどこに保存しますかという画面が出てきます。 名称はですね、でたらめ、でたらめというか、まあ、投資番号、機器の投資番号と、えっと、データを測定した日かな、の、えっと、ログデータ、あの、時刻で CSV のファイルが作られようとしてますで。そこで保存して、えっと、保存すると、データ3つできるんですね。データ3つ生成されるんですけども、使うのは、 thd って書いてあるデータです。テンプレ u r e h ヒューミ i t ティ、データだと思います。温度、湿度、データ。テンプレ u r e h ヒューミ i t ティ、データのことだと思います。それをダブルクリックしていきます。それ,それを開くとですね、うん、と次、エクセルのデータなんですけども、こんな画面になります。A の列が消えているのはあの、ちょっと詰まってるからだけなんですけども、地獄が入ってます。えっと、日時。 が入ってて1分間隔なんで、分ずつデータが進んでますで、えー、と B の列が温度、C の列が湿度です。で、例えばこれをグラフにするとしたら、グラフにするとしたら、まあ、こんなで、えっ、ー、と、どっちがどっちかわからないんで、オレンジと水色のどっちが温度で湿度かわからないんで、 反例は、反例もついてて、で、えっと、水色の方が温度で、えっと、オレンジの方が湿度で、温度と湿度は、えっと、軸としては別な軸なんで、えっと、温度の軸と湿度の軸が別なんで、第二軸の方に湿度は移ってもらいます。で、湿度はどうせなら100%にしたいんです。 えっと、まあ、0から100%ぐらいかな。使うんで、0から100%のレンジにしてみます。で、えー、っと、まあ、わかりやすいように、この文字列も、ついでに、オレンジに、れ、ならない。オレンジにしてしまいましょう。今頃になったか。でした。で、えっと、水色の方は、えっと、温度なんで、 こちらはこちらで調整してみる。<laughs> するとですね、えっと、温度と湿度の、えっと、二軸のデータが出来上がるというわけです。はい。それでですね、この動画では環境実験で使う測定機器のうち、温湿度ロガーというのを紹介しました。で、このロガーでは1分間隔とか、 15分間隔とか、何分間隔でも必要なタイミング、必要なロギングの間隔で、インターバルでデータを収集することができますし、それを CSV という形でパソコンに移動することもできますし、それを Excel の形で保存すれば、グラフなども作ることができます。というわけで、これ1個で、無線通信機をすることで、 Excel で使える便利なデータにあの変換することができます。はい、それで,ですね、また別の動画でお会いしましょう。